私は今新山梨環状道路の新しく開通した区間を通っています。開通したことでどんなメリットがあるのか、この後詳しくお伝えします。全身山梨、今月19日新山梨環状道路の一部区間の開通式典が行われました。新山梨環状道路は東西南北4つの区間で構成されている全長 43km の環状道路です。甲府都市圏における交通の円滑化と甲府市と周辺地域の連絡を強化するため建設が進められています。開通したのは東部区間の西下条から落合西インターチェンジの間。そこで森田さんも体験。私の前方にあるのが中央自動車道です。これからトンネルをくぐります。新しい区間は中央自動車道をくぐるおよそ 1.6 キロの距離、時間にして2分。あっという間に落合西インターチェンジに着きました。この区間を利用することで国道140号などを利用した場合と比べ、朝のピーク時での所要時間が最大およそ17分も短縮されます。この開通によってですね、国道140号をはじめとする周辺幹線道路などのですね、渋滞が緩和され、事故も減少することが期待されます。さらにですね、災害時の防災拠点となる古瀬スポーツ公園へのアクセスも向上いたします。今後残りの東部区間と北部区間が開通することによって、さらなる渋滞緩和や事故の減少につながると期待されています。県では今後早期の全線整備に向け、北部区間の一部を有料道路として整備することも視野に、国に対して働きかけていきます。新しい道路ができることによって、私たちの生活がもっと便利になることを期待したいですね。県からのお願いです。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。引き続き感染症対策の徹底をお願いします。